こんばんは。メイクレシピ保存して嬉しい。頑張りました今日も頑張って作ってみましたぜ。メイクレシピ、もう不器用の私にはああいうのはちょっと難しかっためっちゃ頑張った。さっきそう24時間テレビ見てたら HKT がね出ておりました。手振ってたメイク道具の数がすごくてびっくりしました。そうだから結構ねメイクに時間かかるんですよ。毎回あんなに使います。ぜひ女の子のファンの方は参考にしてみてください参考にしてみてください。さっき立花家ですごい面白い話題があったんですけど、なんだっけ、スタンダードプードルっていう大きいワンちゃん知ってますか皆さん。なんか犬を飼いたいっていう話になって、それでスタンダードプードルが出てきたんですよ。あれがめっちゃ可愛くて、そうあれを飼いたいねっていう話になってるんですみんなぜひ今調べてみてください。スタンダードプードルめっちゃでかくてめっちゃ可愛いんですよ。あの丸っこいこう切り方してる大きいプードル、すごくないですか。めっちゃでかいんですけど、そう飼いたいなってなんか話になってて、パパはなんだっけレトリバーみたいな、なんだっけがいいらしいんですけど、ママがスタンダードプードルがいいっていう意見になってるんです。ゴールデンレトリバー、パパはゴールデンレトリバーもう一筋なんですよ。でも私たちはもう圧倒的にスタンダードプードル、もう虜になってしまいまして、めっちゃ飼いたいんですよ今もうめっちゃ飼いたいってくらい可愛い。可愛くない？
なんかもうワンちゃんというよりなんかもう人間みたいな。なんかもう抱き枕になりそうな感じめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛くてもう何年か後に絶対買うって決めてます。一応多分3、4年後かな。めっちゃ可愛いんですよマジで。本当にな、んか調べると飼い主がおんぶしたりとか抱っこしてる動画とかも流れてきて、しかも名前まで考えてたんですよ、ポポっていうもう買う気満々で名前まで考えてるんです。やばくない？めっちゃ可愛いんですよマジで。ポポっていう名前までつけてます。いつかこうやって披露できたらいいですね入るか、この画面にも入るかわかんない。めっちゃ可愛かったマジで。なんか茶色っぽい色がいいって言ってた。マジで可愛い。私もそんな犬得意じゃないんですけど、私も そんな犬ね得意じゃないんですけど、スタンダードプールは本当に可愛いです。でもそんなですね、そうしつけとかしないといけないじゃないですか。しつけ子犬から飼わないといけないのかな、しつけするんだったらね。そういうのはまだ決まってないけど、何年かに飼うのは決定してるみたいですあんまり犬とさ、そうやって暮らすとかさ、今まで自分の家では動物を飼ったことがないので、動物と暮らすっていうのがよく分かってないんですけど、何年か後を楽しみにしていきたいと思います。散歩とかもさ、したことないのよ私、犬と散歩あんまりしたことがない、だから楽しみですもうママが一番ノリノリ。来た、復活。なんか急に画面が暗くなったんですよ、私の。何回もホーム画面に戻るっていう現象が起きましたけど、戻った。一回電源を切ってやって、また できなくなってもう一回電源を切ってきましたおかえり、あ、ただいまです。ごめんなさいね。
ぺ課題終わりました。ココぺ課題はねまだ終わってないですまだ終わってないです。あとは英語と数学だけ。今日の夜で絶対に終わらせます。学校はねもう合ってるんですけど、どっちも苦手な教科。そうなんです、間に合いますでも今日でできるだけちょっと終わらしとかないとピンチ。学校終わってて夏休みじゃないし、夏休みやけど夏休みじゃないしくない。オーガスタから1週間だったって。楽しかったな、オーガスタ。夏休み終わって出校日に出す宿題とその何日か後に出す宿題が2個分かれてるんです。量が多いから。その2回目に出す宿題を今やってます。ね、本当にさスタンダードプードル飼いたくなっちゃったなんかもう想像できるんですよ、なんかそこら辺で寝そべってるのとか。かわいい。配信とかでも登場させたいな。こうやってベッドの上で寝てるかもしれないんだよ。かわいすぎ。12時間くらい寝る。マジ？人間やん。かわいい。いや買うのは決定なんですよ。でも今は買わなくて何年か後え、今すぐ買いたいんだけどね、まあいろいろありまして。メスを買いたいねって話してます。やばい。餌とかもさあげてみたいよね。ちょっと楽しみにしてます。結構結構楽しみにしてます。みんな調べてみてください。スタンダードプードル可愛いから、なんか枕とかにして寝たいスイハンゲでいろんな食材を炊いて与える動画好き。え、そんなのあるの、すごっ。しょっちゅうカットしないといけないのかな。そうだね、すぐ伸びる。なんかね、でもあれらしいです、毛が落ちにくいらしいです。普通のプードルよりめっちゃでかいです。何十倍もでかい
見てみようその動画、炊飯器。へえ。スタンドプードル買ってる方いませんか？いませんか？毛玉ができやすい。ああね、確かにめっちゃでかいんですよ。本当に私くらいあるかもしれない、もしかしたら。そんなないかな。なんか写真とか調べるとなんかね、小さい子がそうプードルと並んでる写真とか めっちゃ可愛い。赤ちゃんとか乗れるよねちっちゃい子は乗れる、かわいい。公園で見かけるとビクッとします。たまに私もさ、歩いてるとね、めっちゃ大きいワンちゃんの散歩してる人いるんですよ。もこもこ、かわいいね。ぜひスタンダードプードル買ってる方は教えてください。なんか壁とかに立つんですよ。壁とかにこう手を普通に二足歩行したりするんですよ。なんか台とかにこう手を置いて立ったりするんですよ。すごくない？人間みたい、本当に。ちょっと調べよう後で、どんな感じなのか。いつか箸とか使い始めるかなわからないね。まあ使えるかもしれない。私が頑張ってその子をお世話したら使えるようになるかもしれない。すごい、スタンドプードルの絵文字、え、これなんだちょっとそれなのか。ご飯の時に椅子の後ろに乗ってきたりしてました。かわいい。なんか勝手なイメージだけど、あんま泣かないイメージがあるんですよ。泣かなくておとなしそうなイメージなんだけど、どうなんだろうどんなのでしょうか。かわいすぎ。結構泣くかな。全然泣いてもいいんだけど。マツケンサンバ、どうやってし、なんかしつけ方とかわからんくない？やったことないもんな。人間の育てよ人間の育てるのママ得意やん。宿題で手伝ってくれるかもね。本当に。もし私が買ったらすぐ皆さんに報告しますね。買いましたって何年越しみんなが忘れてる頃かもしれない。そういえば配信で言ってたな。散歩連れて蹴ってここ、どういうこと？散歩
連れてけってこうって起こしに行く、あ、蹴って起こされるってこと、散歩連れて、あ、散歩連れてけって、あ、そういうことね、散歩連れてけって、私が寝てたら起こされるってことね。確かに起こされるかも、散歩連れて行けよって。大体何年後っていうのは目安ついてます決めてます。ペペとポポです。ペペポポ、ハッシュタグ決めよう。ペペポポ日記、ペペポポの日常、めっちゃ言いにくくない？ペペポポ、そう、ママは小さい頃に犬を飼ったことあるんですよね。パパは分かんない。めっちゃ可愛いんだけど買ったらみんなにすぐ見せます。こうやって抱っこしてくるかも、私が。うわー、私あんまね、犬と犬とそうやって暮らしたことがないから、得意か苦手かで言ったらそんな得意じゃないんですけど、そう、でも可愛い、得意じゃないけど犬は好きです。子犬か、最初は子犬ですか、最初は子犬かまあ大きいのが頭から離れない、かわいいと思いまして、そういうお話でした誰が帰ってくるのか正体が分かるようになるよ。本当？やばいね。なんかもうそこら辺でさ、寝てるのが想像できるんですよ、私今。想像できるようになっちゃった。私犬派、猫。猫ちゃんよりは犬派です。でもそのスタンダードプードルの小さい時の画像を見たらなんか全然違ったんだよね、その大きい時の画像と。全然違ったんです、見た目が。だから本当に大きくなるのか、えってなった。メイクレシピすごい大変大変だったですもん、あれもうあれちょっと途中心が折れかけそうになって、なんかね、動かしたいところ動かないしなんとか、ぜひ参考にしてみてください。
どういうこと、劇場に一緒にお迎え行こうって。あ、そういうことね迎え来てくれる時に一緒に車の中に乗して。やば、まあ、いつかお家にお出迎えするときお楽しみにしておきましょう じゃあランキング読もうかなと思います。ありがとうございました。マークイズの2階にペットショップ。ペットショップでさ、なんかワンちゃん預かってくれたりするのかな。そしたらさ、ママたちが公園見に来る時とかさ、預けてもらえるよねめっちゃ先の話してる。じゃあランキング読みます。13位、まーさんありがとうございます。12位、ザキザキザッキーさんありがとうございます。11位、博多なるなるさんありがとうございます。10位、カオリッペさんありがとうございます。9位、ムハンマロさんありがとうございます。8位、ウッチーさんありがとうございます。7位、MJ ジンヤさんありがとうございます。6位、サンオン魚さんありがとうございます。5位、バウッチさんありがとうございます。マイナ君ありがとうございます。3位、ヤスさんありがとうございます。2位、カードの人さんありがとうございます。1位、ポテチーさんでした。ありがとうございました。ではありたいと思います。ありがとうございましたいつか配信で出てきたらいいですね。それでは皆さんおやすみなさい。また明日、明日は午前中配信です。おやすみなさい。バイバーイ。